マリリン・モンローはニューヨーク・ヤンキースのジョーディ・マジオと結婚し、新婚旅行は日本でした。夫はアメリカを代表するスーパースターでしたが、9ヶ月で別れ、その後は様々な男と恋愛を繰り広げました。彼女は36歳の時、自宅のベッドの上で全裸で亡くなっているのが発見されました。当初は睡眠薬の飲みすぎと見られていましたが、最近は CIA に依頼されたマフィアによる暗殺説が取り沙汰されています。この頃彼女はケネディ大統領、弟のロバート司法長官の双方と不倫していましたが、いずれもうまくいっていませんでした。死の前日、彼女はロバートにこう叫んだそうです。明日の朝一番に記者会見を開いて、ケネディ兄弟にもてあそばれて、紙くずみたいに捨てられたことを世間にばらしてやる。別れた夫のディマジオは、マリリンの死の翌日に飛んで行って、棺に取りすがって泣き、葬儀を取り行いました。そして、マリリンの故郷に彼女のお墓を作り、バラを2本捧げに20年間通い続けたそうです。彼は知人に、自分が死んだらマリリンに会える、と語り、生涯独身を貫いたそうです。マリリンが新婚旅行で日本に来た時の縁で、直木賞作家で住職の寺内大吉は、本堂で彼女の13回忌の法要を営み、改名をマリリン不滅美食モンロー大師と授けました。モンはもだえるの意味。亡くなる頃、ケネディ兄弟との関係で悶々としていたことでしょうか。あるいはベッドの上で波打ってもだえる姿を表しているのでしょうか。今でもあの世でディマジオやケネディたちとモンローの日々を送っているのかもしれません。あの世は悟りの世界とされていますが、ともあれ個人の名前とイメージをうまく表した改名です。もう一つ、名前とイメージを込めた改名を紹介します。旅行家の金高薫で、霊主院正美聖君大師、本名金高ローズ。ずっと以前、日曜の朝に、金高薫世界の旅がテレビでやっていました。この番組は、海外紀行番組の草分けで30年以上も続いた人気番組でした。金高は神戸市に生まれて、ロサンゼルス私立大学に留学後、英字誌のフリー記者になりました。この頃はまだ海外旅行が珍しかった時代であり、番組では旅行好きの彼女が外国の文化や生活を現地取材の映像で広く紹介し、好評を博しました。南極、北極の両極点も訪れたほか、ケネディ大統領やスペインの画家ダリラの著名人も取材しました。旅にまつわる多くの著書を残し、菊池寛賞、紫綬褒章のほか、海外でもたくさんの賞を受賞しました。彼女の父はインド人で、本名は金高ローズ。生涯独身でした。改名、霊主院正美聖君大師の霊主は、麗しい真珠という意味。貝の中に一つの綺麗な真珠が輝いているというイメージで、生涯独身であった彼女にふさわしい隠語です。正美は名前のローズから、バラはトゲがあるので、仏家にふさわしくないと言われますが、外国人の改名ではよくマッチします。そういえば、イタリア人の血が流れている安岡力也の改名にも、干渉通力人道大孤児とバラの一字が入っています。藤田誠は父が役者だったことから、幼い頃からよく舞台に立っていました。歌謡ショーの司会業等をこなしながらテレビに初出演。時代劇コメディー、テナモンやサンドガサの主役、あんかけの時次郎に初めて抜擢されました。テナモンやサンドガサは、1年間52回の予定で放映を開始しましたが、予想外の人気を博し、5年間放映されました。その後、時代劇、必殺仕置き人で、主人公中村モンド役を演じ、俳優としての地位を確立しました。1973年から始まった時代劇、必殺仕置き人のシリーズでは、主人公の中村モンドを演じたところ、1992年まで続く大ヒットシリーズとなりました。また、刑事ドラマ、はぐれデカ純情派では、主人公を18年間演じ続けました。
彼は大変な酒好きで大いに散財しましたが、妻はその穴を埋めようと飲食店を出店。好景気に乗じて店舗を次々と増やし、最盛期には大阪、北新地まで商売の手を広げました。また、藤田さん人気の後押しも利用して、京都の観光名所、嵐山の一等地に高級レストラン嵐山門戸を開店。しかし、バブル崩壊とともに資金繰りに行き詰まり、30億円の借金が残りました。彼はそれにもめげず、コツコツと返済し続けたそうです。彼の改名、寿良院秀芸日進居士の寿良院は、長寿を意味する語ですが、彼が亡くなったのは大動脈瘤破裂で76歳の時であり、今日では長寿というほどではありません。主演したドラマが、いずれも20年近くに及ぶ長寿番組であったことを表しているようです。彼は共演者のセリフまで覚えるほど台本を読み込み、納得がいかなかったシーンはビデオで何度も見返すなど努力を怠りませんでした。このような影の努力があったから、彼の主演作はいずれも長寿番組となったのであり、隠語はそれを称えたものでしょう。彼は生前、サイン色紙には、秀芸生涯という言葉を好んで書き添えていました。彼はあの世から自分の改名を見て、あたり前田のクラッカーと微笑んでいるかもしれません。